まぐドッグ以来かしら。そうね、暇つぶしにはなったんじゃない。思ったより楽しかったわ。こうして最後に先日の借りを返す機会までくれるなんて。そんなもの返してもらわなくて結構。こっちとら生活かかってだけどね。勝負あったわね。そんな、また負けるなんて。まあお遊びなんだし、そんなに落ち込むことはないわ。それよりもさっきの話、二言はないわね。いいわ、好きなものを持っていきなさい。あなたが望んでいるような値打ち物はないでしょうけどね。は？寝言言ってんじゃないわよ。こんな立派な洋館に金目のものがないわけないわ。いいから早く出しなさいよ。それが本当にないのよね、残念なことに。仮にあったとしても、この屋敷じゃ危なかしくて置いてけないわ。それ、本気？ええ、吸血鬼に二言はないわ。しかし、慈悲深い私が
当てが外れて気の毒な巫女に素晴らしいものを用意したわ。咲くよ、例のものを。何この紙切れ。あんたが屋敷で暴れ回った時の請求書。被害が多くて見積もりを出すのにも苦労したわ。修繕するのも私なんだから、少しは考えて暴れてほしいものね。そう